はい、月刊熱量ともです。よろしくお願いします。はい、亀粒社長の三桁党です。あ、優しい雨の松崎です。優しい雨の長山博士です。違うよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日のテーマは老害トークということで、はい、あの去年の4月にここのシャツ喫茶でやった月刊熱量と文字数で、うん、老害トークという、うん、まあやっぱり昭和生まれの我々がね、僕は最近アニメ戦前派、戦中派、戦後派っていう話をしてるんですけど、戦前派、戦とは、まあだからアニメ好きっていうことに迫害を受けていた時代を知っている人たち。ああ、なるほど。メディアでオタクが取り上げられて、なんかイコール犯罪者みたいな風に扱われた時期、そして割とオタクをめぐる環境の空気の整備ができて、うん、アニメスキッスとか普通に言える空気ができた時代、うん、戦前戦中戦後となるほど。戦前は逆だよ。戦前でも長山さん戦前ですよ。俺戦前だから、はい、戦前は違うよ。アニメはあのめっちゃ頭いいやつも不良もみんな共通の話題にできる唯一のものだったよ。ほう、まあでも映画とかドラマとかと一緒みたいな。そう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 、うん、迫害は全くなかった。逆にその後に、そっかそっか、急に来た。僕はだから戦中派なんですね、多分。うん、戦中だと。な、うん、で、戦、まあ松崎も戦中派ですね。あ、戦中か。まだそうですね、ギリギリ学校ではあまり言えなかった。まあ多分空気感的には本当に、まあ、鈴宮ラキスタ以降なんですよね。ちょっとこうアニメ好きって普通に言える感じっていうか。はいはいはい。そんなに長かったの？2006ぐらいからじゃないですかね。うん、うん、漫画読んでるとかね、それは言えてますけど。アニメ、漫画とアニメだって比嘉くんみたいな人って世間に出しちゃいけない感じあるじゃないですか。それは比嘉さんがだよ、うん、比嘉さんだからみんな比嘉くんに失礼ですけど、比嘉さんだから世間に出しちゃいけない。比嘉さんなんでアニメ好きになっちゃったんだでも比嘉さんだから好きになっちゃったんだ、ね、まあね、ぴったりだ。まあなので、まあ今割とでもいいことだと思うんです、うん、そういうねアニメ好きって言える20代10代の人もいるっていうのは、うん、いやそりゃそうです。ただこう戦中を経験している人間からするとね、うん、いや昔の作品、まあ、これだけ作品多いから見れないかもしれないけど、昔こういうアニメもあったんだよっていうような話とかを前回したわけです、はい、今回は第2弾というか、はい、物申したいことがね、まあ、それぞれもすでにスケッチブックに書き込んできてます。書いてきました。で、昨日公式アカウントの方でですね、もう1日しかないんですけど、うん、老害なんかね、老害トークメール募集したんです。ああ、老害の意見を、ね、やっぱね何通か届きましたね。おお、どんな、いいですね、そういうの人の聞きたいですね。記者の方々、カーズ京都の稲見さん、もうこの人はもう熱文字右翼ですね、もう完全にもう最速で聞いてますね、この人いつも。カーズ京都です。カーズ京都、京都の、老害トークマッハで投稿させていただきます。お、早い。僕が激しく訴えたいのはツイッター、LINE などの SNS についてです。お、 SNS が登場してコミュニケーションの幅は増え、今までだったらやり取りすることなんて考えられなかった方とやり取りができるようになりました。しかし一方で空気を読んでいない、文脈を理解していない、ただバズりたいだけではないか、そんなツイートもかなり目にするようになってきました。なぜそんなツイートを書かれるのか。SNS のない頃、ひしこいて書いてたブログという道を、そういった方々は通っていないからではないかと僕は考えるのです、うん、ブログに疎いアニメの感想を書いて散々叩かれた経験がないからなのではあ、ブログに拙いアニメの感想を書いて叩かれた経験がないと、うん、若い衆、俺が若い頃にはな、ブログという長い文章に永遠と熱い思いを書いて叩かれていたものじゃ、そう言いたくなるのです、うん、老害だね。若い衆、ブログを書け、書いて書いて書きまくれ、そして叩かれ、こき下ろされるがよい、それが大人への第一歩なのだ、そう言いたい私です、以上。なるほど、まあ、もっと前になるとブログよりも前にそのホームページにね、日記みたいなの書いてたりとかね、感想とかね、 ありましたね。そんなもんすらなかったもん俺ら。うん、あ、だからそれ共有できるからこそ の、 この、ね、書き込みなんかなかった、またね、稲見さんからもう一通届いて止まんねえなおい。朝起きてもう一つ言いたいことがあったので、今朝
あ、これは今朝でございます。思い立っちゃったね。寝起きで投稿させていただきます。それは地上波デジタル放送についてです。大変綺麗な美しい画像、なんという素晴らしい時代になったのでしょう、うん、にもかかわらずちょっとした作画の荒さで作画崩壊とか言われる現代に私は言いたいのです。若い衆、わしが若い頃にはなアナログ放送だったのじゃと。口調が変わるんです。安いボロアパートで室内アンテナをいじくり回してなんとかぼんやりした画像でアニメを見ておったのじゃと。さらにアナログテレビも年季が入ってくると画面の左右が微妙に右上がり左上がりに移って、作画崩壊というより画面崩壊しておったのじゃと。はいはい、若者よ、アニメが綺麗な画面でテレビに映るだけ文明万歳なのじゃ、うん、そう熱く老害トークを言いたい私です。以上です。素晴らしい素晴らしい、すごいですね。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。素晴らしい。春巻さん、アニメ新番組で気に入った作品の原作を放送終了待たずに全巻読んでしまう人はアニメを楽しもうという気持ちがあるのかと疑問に感じた。妨害かと。いやー難しいな。いやでもこれはね難しいですよ。確かにね、うん、難しいですけど、こっち先にするか、アニメで知ったやつをどのタイミングで原作に手を出すかっていう。僕はやっぱアニメ至上主義者なので、うん、ああそうだね、アニメを見終わるまで原作は読まないと、うんうん、だし、ね、アニメ化しそうな漫画は読まないっていう。それはやりすぎだよ。いやなんか読む、うんうん、わなんかこれアニメ化しそうだなみたいな。何にもできなくなる。漫画を読み始めると、だから要はあの原作とここ違うわみたいなことの方が気になっちゃうから。あ、うん、まあ、それはね。それって不幸じゃないですか。そう。だって何も知らないでアニメ見た時の方が絶対そう天真爛漫で楽しめるでしょ。うん、で後から原作読んで、あそうだったんだみたいな。うんうん。それは幸せでしょ。だってアニメって原作ファンのために作られてるわけじゃないから、うんうん、そうだね。必ずしもそうじゃない。原作ファンを納得させるためだけのアニメだったら同人でいいわけです。でもそうじゃない、うん、俺みたいに漫画を読んでいない人に魅力を伝われば別にいいから。おっとこれもう喧嘩か、まあね、これは老害バーサス老害老害の間でもなんかあるんです ね、 だって違う。まあそうだね、まあね、そうだね、俺らはもうあられちゃんの時衝撃だったからさ、ね、あードクタースランプね。ドクタースランプなんかもうすごい漫画だったんだから、はい、いや知ってます。僕はもうドクタースランプ世代ですよ。鳥山明先生は、ね、俺ドラゴンボールドクタースランプですから。俺も絵柄変わる前の認識だから。俺実を言うとドラゴンボール読んだことない。あそうなんですね。俺もあのドラクエのキャラでやるようになってからの鳥山明先生追いかけてないんですよあんまり。うん、だまだあのタッチが柔らかかった頃の鳥山先生の印象が強くて、めちゃくちゃうまい漫画家だったからね、うん、もう突出してたじゃないですか。面白かったし、ドクタースランプ始まってびっくりして、アニメになるっつったら期待するに決まってんじゃん。まあね、うん、でドクタースランプあられちゃんと発表になった瞬間にみんなさっと引いたんだよね、本当に。ん、へあドクタースランプじゃないと、あられちゃんってついてる。あそうなんですか。だからあれこれドクタースランプじゃねえのかなと思って、まあ、だからせめてもの言い訳だったのかもしれないですよね。あそう出来上がったのはグッと低年齢層になったっていうかね、子供向けのね。ドクタースランプって漫画はもうちょっとね大人っぽかったんで。へあとあのギャグがシュールすぎるのありますしね、うん、だからガーンって本当にガーンって来ちゃった、みんな。へーこうなっちゃうんだアニメになったらって、時代の人。俺はもうあのアニメはすごい好きでした。アニメのあられちゃんがドクタースランプ漫画も読んでましたし、オープニングびっくりしなかった。でもだからあれはあられちゃんのアイドルアニメじゃないですか。いやなんか俺らどう受け止めていいんだか分かんなかったの最初。テレッテレーレッテみたいになった時こんな漫画じゃねえ、そうこんな漫画じゃないのにっていう。へえ、ちょっとなんていうの、うわーっていう。だからそれと同じことが北斗の拳で起こった時に、マジで、いや北斗の拳で起こった時に、うん、あられちゃんがあるから免疫があったんだね。ああ、なるよな。アニメになる時っていうのはそういうことなんだと。そうあの子供向けに改変されるんだと。北斗の拳こうなるよ、うん、なんか最後巨人みたいなところにこう蹴り入れるわ、あれ誰だあれって、あんなの出てこねえぞって怪獣みたいなのがこう地中から出てきてさ、うん、みたいになった時にもう笑えるようになってる。あの青い革ジャンがジージャンに変わった時も笑えるようになってる。なるほど。なんか青で赤いシャツちょっと笑けるな。でもまあ
しょうがないよね、あられちゃんがああなるんだから、うん、北斗の拳こうなるよ、なんだけど、うん、長浜世代そんな心が狭いの心が狭いんじゃない戦前は、いや戦前の方は明治生まれ違うわ、違います、ね、本当の戦前です明治生まれはアニメがね、そういう意味じゃそのアニメっていうメディアの考え方は今よりどんどんなんか低年齢低かったんだよ。だから出先監督とかが大人向け作ったって結構価値があったわけですから、ね、そうそう、かね、それが先なんだから、あ明日のジョー2を見てるわけ。そっかそっか、だからアニメって全然男も大人向けだよねって思ったのに、なるほど、あられちゃんもケンシロウもああなるから、うんうん、うわーっていう、なんで明日のジョーがあんなにかっこいいのに、うん、なるほど、なんでこれはこうなっちゃうんだろうっていう、あタイガーマスクも明日のジョーもちゃんとしてたんだよ、結構ハードだった、うん、だから子供の頃トラウマになってる、うん、怖かったり、うん、してるんだけど、だそトラウマにしたくなかったんじゃないですかいや、そうでしょ、そりゃそうでしょ、うん、トラウマ、ドクターマシリトとかいきなり出てきたら怖いでしょ、まあ、出てきたじゃん、うん、でもトラウマになったからこそ、なんかなんであんな怖かったんだろうとか、あなるほどね、あれなんであんなにあんなことやってたんだろうなっていうのがあると、だんだん原作読んだりとかしてみんな納得していくんだよ、あこれだからアニメはあんな怖かったんだなと。なるほどなるほど、デビルマンもね、うん、デビルマンのアニメなんかデビルマンと全然違うじゃんかよ、うん、D なんて書いてて、うん、あのアキラ君なんて A なんていうシャツ着てるしさそれはいいじゃないですかいやいやでもドクタースランプはギャグ漫画じゃないですか、ギャグ漫画だけどもうちょっとね、あのとんがってたってば、本当にだからのり巻き博士寄りの作品だったってことでしょ、あそうそうそう、でとんでもないものを作ったっていう、でね、なんかなんつうんだろうな、なんかこう幼児が楽しく遊んでるみたいな感じになっちゃったんだよ、なんかアニメになって、まあまあ、うん、確かに言われてみればそうなのかな、わかる、あでも僕はそのイメージですよ、うん、でも俺もうど真ん中っすよ、ドクタースランプ黙っちゃったよ、アニメ絶句しちゃったよ、アニメ見てプラモ買った記憶ある、うん、プラモも買ったね、俺も買ってんじゃんじゃあ大好きじゃないですか買ってんじゃないですか、プラモ買ったけどあれアニメ版じゃないんだよ、え、そうなの、だってプラモのパッケージ確か鳥山先生ね、鳥山先生でしたよ、でしょ、うん、ああ、なるほどね、原作版でしょ、あそうそうそう、どうでもいいドクタースランプ、ドクタースでも確かに、うん、そうですよね、まあ、でもそういうだからでも老害は確かに免疫はありますよね、あんま傷つき慣れてるって、そう慣れてる慣れてる慣れてる、悲しい悲しい悲しい思いをしてるから、原作すげえ面白いけど、うん、きっとこうなるなとか、この表現できないんだろうなとか、なるほどねっていう、なんか変な、ね、あの自分に防御壁みたいなのを作っちゃうんだよ、ショック受けないように、わ、うん、かりますよってやってきた歴史だよ、歴史がね、そうすね今日はそんな話をしたいと思います、我々はそうで、まあ、じゃあ一人ずつね回していきましょうか、はい、あまだ序章だったの、そうです、まだ誰まだ記者のメールしか読んでないですから、序盤も序盤だったから申し訳ない、じゃあまあ僕と長間さん結構ドクタースランプ出したんで松崎くんからじゃあ行きましょう、松崎くんか時計回りでいきましょうか今日はね、はい、どうしようどれから行くかな、どういやどうしようかな、いやでもあじゃあ、うん、共感多分共感はされるかなのところからいきます、うんうん、はい、ババン、ごちゃごちゃ言ってないで金を出せえ、どういうことどういうことよ、何をごちゃ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 老害ってよりおじさんじゃないの何を言ってるものがどこに向かって攻撃してるの、攻撃はしたいです何これあのね、うん、あのね、まあただで楽しませてもらおうと思ってんじゃねえよ、いや、アニメに関してでもあるんですけど、うん、僕が主に言いたいのは、うん、ゲームです、ゲームゲーム、今ね、スマホゲームが今すごいんですよ、無料ゲームね、なるほど、そうなんです、無料でゲームを遊べるのがもう当たり前になってるんですよ、そうですね、今、うん、だからまあ僕もねそんな課金してる方ではないのゲームに、うん、ごちゃごちゃ言いませんが、うん、お金を出してないやつが言っていいことと言っちゃダメなことがあるんですよ、うん、なるほどね、わかる、
昔は、まあそれこそね、昔はまあゲームセンター行ってお小遣いでね、ゲームやったりとか、ゲーム機買ってお小遣い貯めて、で、なっけなのファミコ、スーファミの時なんて1万円のソフトとかありましたよ。ありましたね。それを買って、それがいまいちだった時の悔しさ。まあね。あったね。いまいちでも、減価償却するためにやった。やったの。とにかくやった。なんとか楽しもう。時間でなんとかね、ならねえかと思ったね。そしたら意外と面白さ見つかる。あるあるんだよ。ある。あるんですよ、うん。あるある。それ、そういうことをね、やってほしいんです。今のスマホのね、ゲームやってる、無料でやってる子たちにも。なるほどね。それを、金出してか、いろいろ言えよ。本当にな。だって、衝撃だったんですけど、うん、まあ、ちょっと、ゲームとは離れると音楽って、うん、僕ら普通にまあ音楽聴きたくても CD を買うなり借りるなりしますね。ちょっと前は配信で聴くっていうのがあったんですけど、そうですね、今、うん、YouTube で見るみたいなことになってる。ただで聴いちゃいますよね、まあ、公式はまあ PV とかも上げてるので、うん、だからそういうなんかもうお金をエンターテインメントにかけないんですよ。そうね、うん、その人たちには何言ったってお金出さないから。そう。そうだよね。うん、僕、誰だ、どなたかのツイートで見たのが、どんなゲームでもやるときには、例えば、まあ、プレステとかのゲームだったら、まあ、6、7000円ぐらい。うん、だから、それぐらいまではスマホのゲームにもお金をかけるって言ってる人を見たの。うんそっからどうするかを判断するみたいなものを見たときに、あ、この人は信頼できると、うん、どなたか知りませんか、ね、そうね。だからとりあえず金をどの立場なのか僕分かんないですけど、うん、でもねやっぱ無料で提供しちゃうインフラとかサービスはやっぱもう文句言うんだよね。ありがたいって思ってもらえないんだよね、うん、しょうがない。だからこれも、公式の人も言えないじゃないですか、うん、もう無料で遊べますよって言ってる手前、まあうん、いやできるならお金使ってほしいんですけどって言えないできるならお金使ってほしいでしょうからもう僕が言いますそうだね金を出せと、うん、そうだね金使って遊べと そこだからね。例えば、はい、私鉄の電車のトイレがすごい汚かったとするじゃないですか。はい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 、どこに怒りを向けていいのかっていうね。だから臭いっていうのは、うん、なんかその無料で提供されているトイレサービスに対して文句を言ってるようなもので、うん、だったらもうトイレなんか作らんわって言うかもしれないけど、うん、でもトイレを提供していることもサービスの一環でこの施設利用してるっていう考え方もあるから難しいんですけどね、うん、ただまあでも金を出してないでごちゃごちゃ言ってるのはまあ見にくい。まあね、人として見にくい。うん。うん、やだ。でもその環境みたいなものをね、こっち側が出しちゃってるのも問題ではあるんでね。まあね。だからゲームで言えばまずハードを買いなさい。うん、そしてこのソフトを買いなさいって、うん、昔考えたらすごいことを乗り越えてまでゲームやってましたよね。だから。うん、そうですね。ゲームしたい欲って何だったんだろうっていう。だって俺セガサターンなんて1本のソフトしかできなかった。何やったの？何やったの？セガサターンは X メンだった。ああ、だからブレないブレないものですね。それしか出てないですね。サターンでしか出てなかったですよ。僕は桜大祭のためにサターン買いました。そうなんですよ。俺ドリームキャストもスポーンのゲームだけだ。ブレない男ですね。メガドライブもスパイダーマンだ。うわそんななんだ。いや悲しくなるんだよ。でも、ね、悲しくなるんだよ。1本のゲームをやるのに接続から全部やってまた立ち上げてさ、これってどんなコントローラーなんですかそっから始めんだから。すごい。まあでも、まあ、よく言われてるのは、まあ、ゲーム業界でそのスマホのゲームとかだと、例えばサービスが終わった時に今あれゲーム懐かしいからいや久々にやろうかなが今もうできないんですよ。あ確かにね。そうか、ゲームの配信が終わっちゃったらもうできない。レトロゲームを味わうみたいなのができない。今はねその電池とか変えればまあどうにかできたりとか、ね、まあ、ゲーセンにもねレトロゲームのねゲームセンターなんてありますけど、それができなくなってしまうのは
その、まあ、ちょっと上の世代から見て今の子はまあちょっとかわいそうな部分もあるなっていうのは今の子完全に老害だよねこれいやだけどまだ32ですけど、ね、思うところはあります。そうだね、はい、よくわかる、うん、ありがとうございます。うん、素晴らしい。ごちゃごちゃ言ってないで金を出して大きいところに行ったないきなりですね。大きいところ行ってね。中浜さん、いやもう具体的でもいいですよ。はい、俺も時間が遅いね、あの放送のアニメの放送時間ね、放送の時間が遅いね、本当にそう。遅いんだ、おっさんだよ、もう遅い、遅いでしょ、だって時間が遅い、ああアニメの放送も3時とか2時とかさ、ああちょっと虫師4時だったしね。いや早朝じゃねえ。いやあれはむしろ早いんだ。早い。早起きして見るもんだ。だってフライングウィッチ4時台とかありましたからね。4時台、あだから虫師スポーツで延長しちゃって、あその結果みたいなね。そうそう、虫師の時もそう。遅い、うん。F1 とかね。何時がいいですか、長浜さん。いやだから俺たちの時はね、うん、俺たちの時ともう今違うけど4時から7時でしょ。そう、ご飯時だった、うん、家族で見た。それこそ水曜7時なんつったら、はい、もうアニメ見るために帰ってましたよ。でしょ。で、あるあるなの、あのね、ご飯時だから親父とか姉ちゃんとか、うん、お兄ちゃんとかとバッティングするわけ。そう、ね、そう、あ、うん、で、そこの中でどんだけ自分が、うん、ね、自分が見たいもの、普通におっさんの昔話聞いてる。いや、おっさんの昔話聞いてる今、ね、この勝ち取れるかどうかっていうのは、まあ、チャンネル系の争いですよね、うん、あの大きかったんだよ。だまだ家に1個しかテレビがなかった時代の話だから、うん、そうそうそう、あ自分の部屋で早くご飯食べて、ない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 、しかも今こうスマホとかでも見えんじゃん。そうですね、そんな時代じゃないよ。違法アップロードもないし、録画がもうなんならないし、ビデオも、うん、で何時からじゃないと見逃しちゃうんだから。そうっすね、ね、もうビデオすらなかったんだ。だからそれがソフト化するかどうかもね、普通分かんないし、ないじゃないですか。あのね、ビデオが俺ら出たばっかの頃ね、俺たちの時ね、うんうん、VHS、うん、ベータの、ビデオが出た時感動したんだから。これでテレビ撮ったら80年代延々見れんの、うん、そうだよね。でもそんぐらい衝撃でしたよ。すごくないかと思って、うん、すごかった。でね、ソフトが出たんだよ。ソフト買いに行ったんだよ。なんだっけ、1万5000円ぐらいするでしょ。1万4800円。そうでしょ、1万4800円の VHS のテープが絡まったらどうなると思う？キルキル、最悪、キルキル、最悪だよ。どういう気持ちになるの？撮った時ビーってね、うん、最悪。もう本当に ね、そんな思いを し続けてた。そうだよ、そうだよ。でしょ、本当そう。あんな悪夢ないんだよ。いや、そうだ、よく言った、思い出した。ほんでね、こう今あの家に帰ってさ、うん、遅くに何もねえなーと思ってテレビやってると、うん、アニメがパーってやってたりする、うん、この時間帯に放送しててこれが見たい人っていうのがどんだけリアルタイムで見てるのかなと思うと、うん、大半がやっぱり予約録画だろうなと思っちゃうじゃない、うんうん、やっぱり、ね、うん、とか、まあ、公式でネット配信しててそれを、まあ後で見るとか、うん、とかだからリアルタイムで見てるのを共有するみたいなのは、うん、いやもう幻想なの分かるんだよ、うん、それが幻想なの分かる、古いのも分かる、うん、8時台全員集合に、うん、8時の前にみんなが並ぶなんてことはもう夢なんだよ、うんうん、なんだけどなんかあのそういうものをさ、それこそアイマスみたいな人気コンテンツと呼ばれるようなものが、うん、そういうこと一回やっても面白いんじゃないかと、面白いと思う、ゴールデンに、確かに、もうここでしか見れないし、そう、ソフト化もされませんし、うん、みたいな、うん、あのもっと言えば、うん、例えばあのダビング仕様にもキャンセラーが働いてますとか、うん、ノイズが入っちゃうあら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 、なんかそんなやつ放送しちゃってもいいんじゃないのと思う、うん、そしたらもうここでしか見れない、もうライブみたいなもんで、うん、ここでしか見れないみたいな、多分それが今そういうあのライブビューイング的なそういうあの映画の ね、はいはいはい、やつになってたりイベントになってるんだと思うけど、うん、だタコツボ化しちゃってますよね、うん、だから子供に事故で出会ってほしいですよね、イカ娘とか子供に見せたい。ああ、そう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 、うん、確かに子供に見せたいものがこんな夜遅くにやってるとっていうのはあるし、ありますよね。逆に子供に見せられないってものも同じような時間帯でちゃんとあるから、うん、並列してね、そういうぐらい、うん、なんかねもうちょっとこうなんか何年もんかな、ね、ただだから子供がねなんか塾とか行くようになっちゃって7時台にいないと家に、うん、じゃあ9時過ぎ9時とかからオンエアするのかって言ったらもうニュース番組横並びでやっちゃってるっていうね、
9時とかに俺らやってたのって花の係長とかだったんじゃないか。9時10時ぐらいかな、うん、知らねえか花の係長。知らない。おっさんのアニメだ。時間が遅いと、うん、時間は遅い、うん、早くして。僕、うん、時間で感動したのが、うん、ラブヒナってアニメが夜10時からやってたんですよ、うん、1時じゃないんだ、うん、だからそれあこの時間すごい素晴らしいドラマみたい、うんうん、あたつだ、はい、もう用意してるよ、はい、なんだ、なんだ、どれだ。エヴァつまんないとか言わないで。エヴァつまんないとか言わないで。10代20代。エヴァつまんないとか言わないで。違うの。エヴァはね違うのよ。若い子たちは言ってんの？いますよ。いますよ。いやそれはわかるよ。うん。いや生まれて初めてエヴァ見るっていう子がいきなり Q を見て、うん、ああパニック。新劇場版ね。意味がわからん。うん、いや確かにそうなんだけど。うん、一緒に過ごしてきた年数違うから。泣かないで。いやもう本当。まず泣かないで。いや、ま、エヴァはもう面白いとかつまんないとかじゃないのっていう。面白いとかつまんないとかじゃないんだったらあれは何なの。もう何だかわからないだろう。だから例えば、うんうん、今じゃあ富野義行が新作出しますって言ったら、うん、ファーストガンダム見てた人はやっぱ見届けると思うんですよ。あ、うん、今富野さんこういうこと考えてんだなと、うん、ああ分かる、まあ、面白いとかつまんないとかじゃねえっていう。で俺なんて言うんだろう、いや松本さんの映画とかもそうなんですけど、松本人志さんの映画とかもそうなんですけど、はい、つまんねえとか言うなよっていうね、うん、その人が今何考えてるかも味わおうよっていう、うん、あでもお金出してその人たちも見たんだったらつまんないっていう権利はある、うん、それはそう権利はあるけど、うんうん、俺に言わないでって。あなるほどね。過ごしてきた時間があるから。あるからっつって。じゃあ君たちはテレビアニメを見て、あるいは深夜の再放送を見て、あれもみんなで見てて、だから今深夜放送っていう枠もあるんだよ。時間が遅いとか言ってるおっさんはいるけど。それは遅いと思う。深夜放送、深夜にアニメやってんのエヴァが作ってくれたんだよ、そう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 、みたいな。はいはいはい。まずあるし。うん、今度劇場版出るらしいよみたいな、うわどうなんのって言って見に行って傷ついた経験とか、うんうん、あのあと、うん、エアー魔法の君にを見て、うん、もやーっとした人とスカーっとした人がいて、うんうん、でずっとあれは何だったんだどうだったんだみたいな、うん、もうエヴァ終わったと思ってたら新劇場版できるよみたいな、うん、うわ貞本さんが漫画描いてるとか、うん、あそれこそアイマスをずっと追いかけてる人みたいに、うん、アーケード版からずっと追いかけてる人みたいに、うんうんうん、もうこれで終わりだと思って次が出てくる時の、うん、あのね時間の地層があるわけ、うん、時間の地層があるんだけど、こちとらね、今君たちは表面の地層しか見てないから、いや分かる、この点だけ見たらそう思うかもしれないけど、俺にはつまんないって言わないでっていう。なるほどな。だからなんだろうな、達夫さんパチンコで知ったんですけど絵は見たけどつまんないですね。いやだからいやいいんだけど君と話し合おうとは思わないよ。そうね、そうなるよね。いや違うから、うん、君ね、あの、うん、ガイナックスっていう会社はねとか、大根フィルムっていうのがあってさ、そうだね。まずガンダムって知ってる？エヴァってロボットじゃないんだよみたいな、とかウルトラマン見たことあるとか、そういう話ですよ。そうだね。ね、でそのいろんな思いで、君今ツンデレっつったらツインテールかもしれないけど、アスカっていうキャラクターはさーとかさ、あれちょっとね、あの長門幸は知ってるでしょ？でも綾波レイっていうのがいてねとか、うそういう。石田明だよそう石田明、いやキャラクターだっていろんな子孫がいるわけ。そうそう、でそういう年数を重ねてるわけさ。なるほどな。でジョーを見ました、うん、これリメイク、うんうん、ハを見ました、劇場でアスカーって叫んでたやついました、これ、ね、応援上映かな、そうプリプリキンプリじゃないけど、ね、応援上映じゃないのにアスカーって言ってたやつがいました。すごいね。ね、すごい。それは怒られてください。
で Q を見て突然置いてかれた気持ちになる。あれ、だけどあの気持ちってテレビ版見てた時感じてた気持ちなんだよみたいな、うん、だから一概にすぐ否定しちゃダメなんだよっていうで、うん、瞑想するのがこの人なんだよっていう、ね、その感じ。いやだからいや分かるよ、いろいろ分かるけど、うん、つまんないって言わないよ、うん、テレビ版で置いてかれたエヴァンゲリオン。僕は当初やっぱ混乱しました。あ、本当、うん、大人じゃなかったんでそんなに。あ、そうか、95年なんでめちゃめちゃ納得いったけど、僕は放送当時本当にあのチルドレンと同い年ぐらいですから、あ1個下とかなのかな。本当、もう新次30代ですよ新次30代ですよ新次と同い年です、まあ、プラグに入らない、まず顔がプラグに入らない、エントリープラグに入らない、こういう、こういうプラグになっちゃう。作りなさいよ、なんでこう顔のとこだけウニュってなってるやつ詰まっちゃうからクラスメートにそのタイプですねボンのくぼんとこ詰まっちゃうここでね、そうそうそう、詰まんない。それ初号機から来てるわけじゃないんだもんね、パープルは。いや違いますそれこれエヴァンゲリオン、熱がすごいからエヴァンゲリオンに対する、ね、いやでもやっぱまずロボットものってなんか様式美あるじゃないですか、やっぱあれもね、うん、まあそのもうガンダムより前からありましたけど、うん、なんか日本特有の文化じゃ文化じゃないですか、うん、確かに確かにね。でまあこれ以上はないのかなっていうところにまた一個ね、うん、まあそういう面白いのも持ってきてくれたっていうのもあるし、バルカンの思いじゃないですか、ね、面白い。でみんなの共通言語じゃないですか、それこそ長浜さん世代とも話せるね、まあガンダムもそうだけどエヴァもそうじゃないですか、うん、だし、うん、新劇場版から入ったこともエヴァの話できる、これ自体がすごく価値のあることなのに、つまんねえとか言ってんじゃねえよっていうまあね。で僕はだから今とっても幸せなのは、100年後の人が例えばエヴァンゲリオンのブルーレイボックスとかを一気見したとしても、この感じって多分絶対共有できないんですよ、うんうん、例えば今おいシーンいつなんだよとこの感じ、いやゴジラとかじゃねえよ何や、まあね、何ジブリ作品で声やってんだよ、まあ、やることあるだろみたいな、でその感じ、感じなんでいつまで待たせるのさっていう、それも多分政治よ。いやそれやっぱそうなんだよ。それは分かってる、頑張って政治させようとしてるんだと思う。何もうなんかプロポーズを待ってる女みたいな気持ちになる。なるほどね。もういつ見せてくれんだよみたいな。でこの感じ100年後の人絶対分かんないんで。うん。一気見じゃ絶対分かんないんで。ちょっとそのね、うん、そういうのを思って。こういう作品があること自体が、だって。例えば今鈴宮春日のもう次のシリーズ決まったとかいうのだって、うん、だって次あるかどうか分かんない作品追っかけてる面白さが当然あるわけで、うんうん、いやなんかそういうやつなんでね、ありがとうっていうことです、ありがとう一概に否定しちゃいけないよみたいな、はい、エヴァンゲリオンがある今に生きてることがありがとうですね。一緒に時間をね過ごすっていう、うん、やってない時間の方が長いんだから、その時間過ごしてるってことの方が偉大なわけ、うん、アイマスだってそうでしょ、だってもう最初のシリーズとシンデレラガールズとかも含めたって別にね、うん、そうそうそう、やアニメ放映してない時間の方が長いわけだから、うん、で再放送何度も見てさ、そうそうそう、あれちょっと再放送で違ってんじゃないかなみたいな、うん、ちょっと思ってみて、うん、あそこの文字修正されてんのかなどうかなとか、そう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 、あとかもう本当にアイマスはいつ終わってもおかしくないっていうのが常にあるんですよ、どんなに人気と言われようが、だってなんか劇場版でなんかいきなり総集編みたいなのが流れるタイプのアニメも見たことなかったじゃないですか、そんなに、うん、まあ、確かにエヴァンゲリオン劇場版あるらしいよっつって見に行って、これ総集編じゃないですか結構怒ってた人いたんですよ、いやいや怒ってた人いたんですよ、うん、昔のアニメの劇場版総集編多かった、総集編多かった、ザブングルもガンダムもイデオンも、へえ、まあ、ガンダムはどうだったんですか、でも当時総集編って言ってたんですか、言ってたよ、編集版だよ、あ編集版っていう言い方だった、でも新作が多かったから感動しちゃうわけだよ、新しいカットが多かったってこと、もう全く新しい話になってるし、あだってあのあいつなコアなんだあれ、はいはいはい、ブースター、うん、ね、コアブースター、うん、
G アーマーの方が全然かっちょいいんだよしょぼっこれかいってなったけど、でもかっこよかったの。ガンタンクいなくなってるけど、まあ許すみたいな、ね、ガンキャノン2体になってるけど、まあ許すみたいに なったけどね。でも感動したからね、やっぱ作画綺麗で、あ、歌かっこいいしさ。なるほどね、歌で泣かされるしさ、うん、いやだから俺別にエヴァの劇場も良かったですけど、怒ってる人が結構いたんですよ。なんだこれ、あとそう、こんな見に来る必要なかったわみたいな。イデオンなんてテレビシリーズ見るより劇場版見た方がよっぽど好き。あ、なるほどね、ま、簡潔にまとまってて、ね、素晴らしい作品だなと思うけどね、うん、はい、なんか言うと反感が来るんじゃねえかと思って恐ろしくて言えないですけどね。何のこと？だからいろんな意見がありそうでちょっと怖いですよ。そうですね、うん、エヴァもなんかイデオンとかもなんかそういう意見が。そうなのかな。まあ戦いですよ。もういやもう戦いだから、今日は戦おうっていう。そう。だ俺はいつ刺されてもいい覚悟でエヴァ見てるから。お前もそのつもりで批判しろよ。ああなるほどね。うん。なるほどね。なるほど。まあでも同じようなことを俺はガンダムには思うけどね。でもそうですよね。うん、小学校の時にガンダムを見た、初めて見た、はい、あの感覚を知らないじゃないかって思っちゃうもんね、やっぱ。あ、そうか、やっぱ思っちゃうんだよ。中間さん、ごめん、ちょっとあの話が脱線するんですけど、ガンダム、まあガンダムは一機だけだろうって思ってますか？そのガンダムがたくさん飛んでちゃダメだろうって思います？ガンダムがたくさん飛ぼうが何しようが関係ないんだけど、うん、ガンダムは途中からよく分からなくなったごめんね、よく分からない、それだけなの。あのね、え、こいつら誰そのエウーゴとか、うん、あれこでも物合いじゃねえしなっていう、あれでもガンダムみたいな顔のやつが敵にいるとか、うん、でいや、あのガンダムの技術が敵に流れて、ちょっと待ってください、もう分かんねえそれそう分かんねえよって。だからあのジオン、うん、連邦、うん、みたいなんだったら分かんだけど、ジオンも連邦もごちゃ混ぜになって、うん、なんかいろんなテクノロジーを分け合った結果、あの戦争とは別にまたテロリストみたいな状態になってるとかってなってくると、ね、うん、あの一番ガンダムで拠り所にしてた分かりやすい部分が、まあ、二項対立っていうね、 あれがね、善悪ではないけれども、うん、もちゃもちゃもちゃってマーブル模様みたいになった時に、うんうん、あの子供は理解できん、そう、誰が好きかっていう、うん、そのね、あのフォーカスがそのしづらくなっちゃうんだよ、うん、なんかグレーみたいなやつらが多すぎて、はい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 、グレーが多いってこと、ね、そう、でマスクしてるからこいつがシャーか、うん、と思うと、うん、シャーみたいな位置じゃなかった、うん、そうねそうねでミスリードですよ、なんか 目が4つあるやつみたいなのがいるぞとか、なんか最近のガンダムのシャーはこいつとか、マスクしてると安易に思っちゃうね、うん、こいつがシャーでしょっつったら、いや違うんですよみたいな、えってこういうやつはシャーだろ。まあでも富の番超えるまでじゃなくけど、より面白くしようと思ったらそういう方法もあっていいですよね。一応これ配信されるんでね、 いいんだけど、最初のガンダムが分かりよかったから、俺たちの世代はみんな最初のガンダムしかプラモで買わない、まあ、確かに僕も子供時代やっぱりそうでしたよ、うん、ガンダム1話の頭の物合いでやられちゃってるから、うん、動いた瞬間に動いたってなったからえ、これ動くのってだからここにあんの窓、こっから見るためにこの窓あんのって初めて知っちゃうから、いや初めて知ったんだよ本当に。もう長方形ではないですよね、うん、あ、動いた時の効果音も超かっこいい、あ、かっこいい、グニャってなんか、うん、グニャグニャみたいな、あったあった、でここのねスカートが柔らかいんだよ柔らかい柔らかい柔らかい、あの柔らかい感じが今のプラモデルは硬いのに柔らかく動くじゃない、うん、あれそこ違う、なんか感動すんだよ、分かります分かります、あのスリット通りに、うん、あのちゃんと作ればこう、うん、なんだって、うん、こんなことできんだみたいなザクマシンガンちゃんと構えられんだみたいになると感動するんだよ、うん、あれは、うん、あのガンダムのあそこなんて絶対曲がんねえと思うのに、うん、曲がるプラモになってんじゃん、そうですね、そうですね、うん、だからあの時最初見た時はあれね、ちょっとこう嘘ついてるみたいに見えたんだけど、でもあの要は薬莢が落ちたりさ、ザクマシンガンの、あ、覚えてないか、いや覚えてます覚えてます、そこをね、あのバギーで、あのあれが、はいはいはい、フラウボーかあれフラウボーですよ、フラウボーだよね、あれ、うん、避けていってたの、うん、ね、
アムロじゃないよね、うん、あの避けていくとこなんか感動しなかった。まだリアルですよね、うん、あの野球はでかすぎるんだよ、うん、サイズ的には。だガンダムのそうリアル感とかそのあドラム缶みたいな、なんかすごい、うん、土管みたいになってるんだけど、でもかっこいいと思ったんだよね。なんかあんな考え方をしたことがなかったし、あのパイプもね、動力パイプも、うんうん、確かにそうし、うん、で、あの目が一つしかねえタイプもあるってちょっと感動したんですよ。かっこいいジオン軍ちょっとビビりましたね。でバン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 って弾撃ってるっていうジオンと、そのビューンってビーム撃ったら、うわ戦艦並みだっつって敵が言うね、うん、ガンダムはよ、うん、戦艦並みの火力積んでんのかっつって、うん、戦艦が落とされちゃうっていう、うん、あの段階でなんか圧倒的にガンダムがすげえんだ、うん、って見せてくれるじゃん。そうですね、うん、で白いやつとかね、白いやつ、白いやつ、あと木馬とかね、足つき、うん、もう言葉一つ一つそう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 、で赤い彗星もそうなんだよ、赤い彗星、赤い彗星なんか感動的じゃん、ね、だからやっぱこの世代はガンダム語るともう遠い目になっちゃうから、ね、そうですね我々には分からない部分、あの頃が蘇るんだよ、もう興奮してかっこいいって喋ったの、うんうん、多分あの長山さんと同じくらい国さんもめんどくさい人なんですけど、ガンダムは、うん、そうですね、国さんがやっぱ常々言うのは、うん、ガンダムは1体だろうってずっと言ってるんですよ。ああなるほどね、ヒーロー機が複数いてどうすると、分かる、いやイケメン声優いっぱい出したいの分かるけど、ガンダムがジムになってどうするんだ、そうそうそう、だからヒーロー1体に決まってんだろうと、だからもう複数いるガンダムは認めないみたいな、分かるよ分かる、だから仮面ライダーみたいなもんだから、そう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 、はあ、偶然生まれたプロトタイプで、うん、あれが偽ライダーいっぱい出てきたら困っちゃうんだよ、偽っていっぱいって、うん、偽ライダー12人出てくるんだよ、うんうん、後半でも13番目の仮面ライダーを殺しに来るんだよ、うん、で13は不吉な数字で、うんうん、なるほどね、お前は死ぬ運命にあると、ゴルゴダの丘の階段の数と同じなんだ、うん、みたいなことを言われる、そこに俺らは熱くなるんだけれど、うん、でさらにその偽ライダーの中からライダー2号が生まれるからかっこいいなと思うけれど、うんうん、そのジムが出てきた時に、うん、ガンダム量産してどうしてこうなるっていう思っちゃう、なんでこんなに弱いのこんなに弱くなるから、ね、止まんねえないやでもね、そのぐらい俺らはダイレクトだったんだよ、そうなんだ、ね、学校帰って、ね、さっき言ったやつ衝撃だったんです、ね、時間帯に走って帰って見て、うん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 、今回のガンダムつってもうなんか何でもない回とかでも喜んで見てたんだよ、うんうん、ククルスドアンとかでももうかじりついて見てたしさ、旧作なんかなんであんなに人気が、もう学校でとんでもない人気になっちゃったんだ、旧作が一番かっこいいみたいになったんだ、まあでも旧作かっこいいですからね、トゲもなんもねえでこうやってあったかっこよかった、かっこいいよ旧作っつって、旧作のプランもばっか作ってる友達とかいたんだ、ね、旧作何個も作ってるんだザクやっぱ売り切れてますよ、ザクグフやっぱ人気ありますね、グフ、うん、グフなんてねこんななってるだけのやつよ。でなんかもう こんななのよ。なんかあのなんていうの？なんかひし形なのなんかね、うん。手に変なマシンガンついてるさ、ムチやって、もうめちゃめちゃ効率悪いやつなのに。でももうなんか目が怖いとかそういう理由でみんな、ね、みんなかっこいいんだっちゃう。なんかこう肩のこれが曲がってて超かっこいいみたいなさ。そういう意味じゃあのガンダム、うん、最初のガンダムはまだそういうバカっぽさがあったじゃん、あったあったあった、うん、ドズルなんてなんで肩にそのトゲトゲついてるの、うん、あった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 、でもどんどんそれがリアルにリアルになってって、そうですね、でいい男ばっかりになってたのがちょっと引っかかる、そうですね、ハヤトとか、うん、そうハヤトタイプがいないですね、竜補正みたいなやつがいなくなっちゃって、うん、ないない、うん、もうみんなシュッシュッみたいな、ね、ね、やつらがまたとんがってなんか何なんかいろんな羽みたいなのがついたやつらがいっぱい出てきていろんな羽、そうするとちょっとっていうなんかっていうのはあるんだよ、そうですね、もうガンダムなんですよ、いいっすかね、ごめん、もうガンダムはすげえんだって、最初のガンダムはすげえんだ、本当にすげえ、もうガンダム禁止です、ごめん、もうガンダムなんですよ、松崎君、はい、いやこの後どうしようかな、どういやどうしよう、ガンダムからのです、えガンダムからの、うん、何でも軽いの行こう、軽いの軽いの終わりそうです、じゃあ、はい、じゃあ
じゃあ、あの、アイマスに限った話します。何でしょう、アイマスに限って。はい、あの、アイマスピは全員、あの、若林直美さんを敬うべしっていう。これはどういうことなんですか、ちょっと説明お願いします。はい、あの、まあ、アイマスピっていうのは、まあ、アイマスの、まあ、あの、ユーザー、プロデューサーのことですね。自分たちのこと、ね、ユーザーのことでございます。で、若林直美さんっていうのは、あの、その中に出てくる、秋月律子というキャラクター、りっちゃん。ね、メガネがトレードマークのキャラクターを演じてらっしゃる声優さんでございます。うん、まあ、あの声優さんといえばいろいろ相性あると思うんですけれども、例えばシンデレラガールズに出てる、大橋彩香さんだったらハッシーって呼ばれてたりとか、ね、うんうん、大橋のハッシー。ホッシー、ハッシーですね。そうですね。で、渋谷凛役の福原彩香さんだったら風鈴って呼ばれてたりとか、うん、若林直美さんは何て呼ばれてるか。うん、神って呼ばれてるんです。若林神って呼ばれてるんですね、うん、なんで、いろんなことを若林さんがいや作ったんですよ。お、若林さんはもう本当にアイマスのために何でもするぐらいの感じのことをずっとやってきた人だ、ね、例えばどんなことなんですか。若林、その先ほど言いましたりっちゃんというのは、まあ、メガネをかけてるキャラクターですね、うん、だからりっちゃんとして世に例えば、まあ、舞台に出たりとかインタビューを受ける場合には、うん、本人コンタクトなんですけど眼鏡をかけて、うん、髪もここに針金入れて三つ編みにして出るっていう素晴らしい、まあ、ちょっとそのナムコプロのマネージャー的な、うん、形のキャラクターリッちゃん今はね、うん、今はね それを言うとまたちょっとややこしくなるんでちょっとやめごめん宗教戦争はだからそこはにお濁したわけなるほど、ね、ふわっとさせましたけどもそれはよく言う。だからキャラクターをみんなに、まあ、見てほしい、感じてほしいっていう意味でその見た目をそうしてたりとか。あと、まあ、最初アーケードだったアイドルマスターで、うん、そのアイドルマスターで、あの、全国に、まあ、置いてあるんですね。アーケードがね。はい。そこに行って、なんか交流ノートみたいなんですけど、うん、そこに、自分で書いて、ファン活動もちゃんとやってて。すごい。で、多分、アーケードのゲームをちゃんと一番やってたのは若林さんだと思うんですよ。素晴らしい。で、まあ、担当声優さんの中でも。はい、うん、中でももうダントツでやってましたし。はい、で、そもそも若林さんがアイマスという略称を作ったんですよ。アイドルマスターってなんて呼ぼうかみたいな話になった時に、うんうん、アイマスがいいんじゃない、アイがマスっていう意味も入ってるしみたいなことを 最初にっていうか言ったのは若林さんなんで、なんでアイマスの創造主なんです。なるほど、だから神か。神なんです。だからもうこの創造主がいなかったらドルマスとか訳されてたかもしれない。もしかしたらわからないですよ、うん、ドルマス。いやでもそうですよ。いやそうですよ。ドルタ、ドルタ。日本の語構造からしたらその方がいいや。ドルマスね。ドル、濁点もついてるし四拍だし。そう、シンデレラガールズもアイドルマスターシンデレラガールズなんて略そうかっていう時に、まあ今デレマスってなってますけど、一時期はもうどう呼ぼうかで議論が行われて、一時期死んでますっていう起用感みたいな、それだとちょっとなみたいな、死んでます、そういう空気もあって、統一が難しかったんだけど創造主がアイマスって言ってくれた、アイマスだしねっていう。若林さんすごいね。すごい人なんで、で今からそのシンデレラから入った人、ミリオンから入った人、まあその女性向けのサイド M から入った人は、うん、まあその秋月律子というキャラクターもしかしたら知らない人もいるかもしれないんですよ。最初のアイドルマスターも見てない、見てないし、まあアニメも見てない人もいるかもしれないから、だからその中の人、さらに中の人まで目が行くことはないかもしれないから、僕から皆さんにアドバイス。神は敬った方がいいよっていう。確かにね。確かに。ことでございます。見事ね。よくよくわかる。それだけでございます。よくよくわかる。よく言った。よく言った。神と言われたゆえんはもう他にもいろいろあるんですが、もうかいつまんで紹介いたしました。そうなんだね。若林直美さん。はい、作品愛が溢れてる声優さん。本当に、はい。いやでもその、ノートに書いてるのは最高だと思う。最高ですね、嬉しいですね、本当にその地域の人が一番嬉しい。そうですよ、来てくれたんだっていう。そうです。素晴らしいね。じゃあ続いて長間さん、はい、お願いします。何、もう俺短いですよ。いいですよ、いいですよ、いいです。時間が遅い、テーマソングが歌えない。長山さんのテーマはシンプルでいいですね。テーマソングが歌えない。歌えない。ヤッターマンとか歌えるじゃん。
ね、歌える、ね、今歌えない、もうポルノグラフィティの歌なんか歌えるか、めちゃめちゃ難しいじゃないですか。だから、かっこいいんだけど、 おじさんの意見、いや、かっこいいんだけどさ、いや、今はむしろ歌うのが難しい曲こそカラオケ行って練習して歌いたいんですよ、ね、その通り、その通りなんだよ、うん、その通り、難しくしてんすよ。当時もう子供たちは何回も聞いて、うん、でも分かりやすいから、その分かりやすいフレーズのとこだけ頭に入れてっていうね、うん、そのレコードだって買えないし、うん、CD なんかなかったし、そうっすね、でも歌詞が出るやつもありましたけど、出ないのもありましたもんね、アニメでによっては。ありました。まあでもね、俺らの子供の頃は大概出てたな。出てましたね、大概出てた、振り仮名振ってあった、はい、そうそう、振り仮名振ってあった、で一生懸命歌ってた。出ないやつはもう録画して何回も巻き戻して、歌詞こうなんじゃないかとか言って、で次の日学校で歌え、すぐ歌えるように練習したりとか、そうそうそう、ありました。でね、英語の歌詞があると、はい、それおじさんだよ、それ普通のそれ普通の年寄りだから、オタク関係ない、それバイファムの歌なんか全くわからない全くわからない、なんかもうあの当時通信みたいなばっかりだしさ、バイファムなんか、うん、ここに着艦しませんしなさいみたいなさ、うん、もう全然歌えない、バイファムいい曲なのに歌えないって、ガリアンも歌えないし、英語があると歌えない、真似できない、ね、歌えない。だからハイカラさんが通るとかシンプルでしたよね。ハイカラさんが通るは秀逸な歌だったよね。はいはいはい、うんうん、みんな歌いましたもんね、うん、みんな歌ってた、すだちがっても僕でも歌いますもん、やっぱり。わかります、ベルサイユのバラとかね、あ、うん、歌いましたよね、聞いたことあります、バラはみんな歌いましたよね、名曲でしょもう耳に入って残ってますもんもうだって大体ね、前奏が素晴らしいんだよ。ああ、パラ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 、最高っすね、名曲、名アニメソングがもう前奏で来る、うん、わかるわかる、うん、あのタイガーマスクの前奏古いな出てくるまで、だけどアニソンっていうのは、あのいろんな音楽のジャンルが乗り入れられるからアニソンなんですよ、まあ、アイドルソングもそうなんですけど、まあね、なるほど、アニソンって言ったらこのタッチっていうのがないからずっと生き残れてるわけじゃないですか、形を、そうだ、ね、まあ、だから今はすごいもうテンポ早めの難曲ですよね、高音もビシビシ言わせてとか、まあ、あるいはもうキャラクターソングに完全に振っちゃうとか、だってね、名探偵コナンの歌、うん、ああでね、はいはいはい、確かに、うん、そのこれこれもコナンの歌、これもコナンの歌ってあったあった、うんうん、コナンでもうアルバムできちゃったから、うん、ああ、だから、え、これっていつのコナンなのこんなオープニングあった、これオープニング、オープニングですよねって言ったら、うん、いや、エンディングですとか、うん、分かんないもんっていう、ただ、そのリアルタイム世代にはこれを聞くと、あ、これはコナンの曲だよねっていうことになるんですよ。そっか、うん、でも悠々白書とかずっと変わらなかったじゃん、あんま、うん、変わんなかったね、変わんなかった、だから聞くとずらって戻るじゃない、なんか、うん、わ、悠々白書のオープニングだとか、うん、エンディングだとかなるじゃん。もうその議論10年ぐらい前のオタク会で終わったよ。ごめんごめん、今でも俺あんだ。いや、だから俺は2クール目にオープニング変わるとかもう違和感ありましたけど、うん、もう諦めてますもん。あのね、オープニングが変わる顔じゃん、だって顔じゃん。オープニング変わる以上に俺らの時はもっとひどかったんだよ。あのロボットが変わると、うん、無理くりオープニングが変わったんですよ。絵が、絵が、あ、絵がね、でザブングルは覚えてないと思うけどね、うん、リアルタイムで、うん、ザブングルのロボットが変わった時は知らないよね。ウォーカーギャリアっていう虫みたいなやつに変わるんで途中で、うん、ザブングルって一応なんか口がパカッと開いた青いなんかね、うんうん、ロボットなの、うん、かっこ悪いよ、うん、かっこ悪いけどみんな心の中で受け入れ始めてたんだよ、うん、受け入れ、もう俺らはこれ彼を愛するしかないと、こいつしかねえんだここに持論が乗ってハンドルで動かしてる段階でザブングもありだなって思って、なんかウォーカーマシンの中でザブングルだけ変だけどザブングル許すって思ってたら、うんうんうん、突然の方向転換で真緑のね昆虫みたいなやつなんだよウォーカーギャリア、うんうん、ウォーカーギャリアも悪くない、うん、ただねオープニングが変わった時にほとんど変わってないのに、うん、あのねザブングルが着地するんだよ、あのでっけえ、うん、あなんか小豆色のロボットの前にねザブングルが着地して決まるっていうシーンに、うんうんうん、ザブングルのこのぐらいの距離のところにウォーカーギャリアが止まるっていう新作が始まる、うんうんうん、
ドーンドーンっていう。ああ急にそうカットがこう、はいはいはい、こうくんのよ、こうくんのよ、はいはいはい、豪華に、はい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 、子供心にさ、これはないよ。ザブングルをもうウォーカーギャリアに新作で作画してくれよって、ザブングルは残してここに来んのやめてくれって、もうギリのとこに止まんのやめてくれ。二人羽織みたいな感じになってるわけ。本当にそうなんだよ。YouTube で見れると思うよ。本当にそうなんだよ。もうね、そういうのがもやもやいっぱいあったのよ。あのダンバインがいなくなってビルバインになった時とかさ、無理やりビルバインにするのよ。なんかいろんなとこ差し替えて、もやもやするんじゃない。だったらオープニングの歌から全部変えてくれよって。あ、なるほどね。思うから歌が変わるのはそんなに抵抗ないんだよ。あ、それも免疫ができてたんですね。うん、絵で無理やりやられるよりはよかったのよ俺らは、ね、もっとすごい例が、うん、もうこれも老害だね、完全な老害だ、ね、そうですね、うん、アニメソングが歌えない、歌えない、テーマソングが、みんな目が死んでるは歌えますもんね。歌えます、歌えます、歌えますもんね。歌えるでしょ、はい、歌える、歌える。花が咲いたよも歌えます。いやそれは歌それはな、はい、でもね、あのすごいよ、マサルさんの歌とかだって、うん、ペニシリンが歌ってたあんな歌でも、うん、歌えるんですよ。歌える、確かに。でしょ、そうですね。なんかちょっとこうね、うん、寂しいってことですよね。だからこうしてほしいじゃなくて、ね、歌いたいの、歌いたいってことですよ、ね、うん、歌いたい、アイマスの歌とか歌いたい、うん、アイマスの歌いたい、無理やりくくりつけないでください。はい、辰夫さん、ね、いや、なんやらかんやら盛り上がりますね。老害と俺だけ相当年齢がまあこれでいいんじゃない、実写化におけ、実写化に怒るなって怒るな、もうあの大手同人と思ってください。もうあのどうなのそれは。いやいやいや無理だって、うん、いやこれはそう、2時間に収めんの無理だって、うんうんうん、ほんとそう。で映画がやっぱターゲットにしてんの原作ファンじゃねえから、そうこれは、うん、でも役者ファン、原作が売れたから実写になってる。幕張メッセで上映している大手同人の絵が上手い人たちが作ったなんかとかね、なんか実写で作ったなんちゃって同人だよって、そうなんかいちいちね反応しすぎ。いやわかるよ、感情的にはわかる。だからだったら原作と同じタイトルつけてほしくないなとかあるかもしれないですけど、どう、うん、いやそんなこと言ったらアニメ化でもうプンプンしてる人もいるし、うん、じゃあお前アニメから入った作品ないのかよって問いたいね、うんうん、銀魂ずっと漫画読んでたの、それともアニメから入って漫画読んだのっていうね、うんうん、原作ファンはアニメ化した時に怒ったかもしれないよ、かもしれない、うん、今さらね、いやいいじゃない実写でも見なきゃいいんだから。そう、実写化でも俺怒るよ。え？さあ老害対老害、俺はこう老害対老害ですよ、うん、なんかこうなんでなんで飲んで石原慎太郎対野中ひろむみたいな。いや時代それも時代よ、妖怪の二人ですからね。いやいや、うん、え怒る。いやでもさ、うん、それがさ例えばマーベル作アメコミの実写化とはなんかちょっと意味が違うじゃないですか。一緒だよ、だってアニメなんそう漫画の原作何十巻もあるようなやつをじゃあいざ2時間のアニメにしあの実写にします、うん、そんなん無理に決まってるじゃないですか。いやいや、じゃあ銀さんの髪の毛ならどうすんのとかさ、うん、でもあの守るべきところを守って、いやだってもう見に行ってる段階で達夫みたいにみんな思ってるんだから無理だよ、うんうん、あれ実写化無理だよ、うん、とか思ってるんだよ、うん、そこでもうハードル下がってるじゃん、うん、でみんな大体のことは受け入れる姿勢で言ってるんだよ。受け入れる姿勢で言ってます、ね、で新たなアレンジとかがあるといい方向に裏切られてみんな喜んでくれるんだよ大体。たださそれ本数少ないよその幸せな例が。いやだからだピンポン、うん、マリア様が見てる流浪に献身、もう僕実写で言うならもうこれですかね。よくできてる。で流浪剣はやっぱり佐藤健君頑張ったよねっていう、うんうんうん、いやいや違うよもう本当剣心じゃないけど、うん、全力でコスプレしてくれたっていうことなんですよ。全力でコスプレして売り子をしてくれた。そうでおろって言ってくれたと。そう、うん、そうで神木くんがとにかく天使だったと。もうそれだけでいやいい同人映像見たわみたいな
ありがとう、もう佐藤健ありがとうっていう、もうどんな女抱いてもいいよって僕は思いますね。そういう意味で言うと俺らも、うん、そうだね、だ頑張ってる感っていうね、うん、俺の世代だと伊賀のカバ丸とかだよね。伊賀のカバ丸ですか？伊賀のカバ丸誰がやったんですか？ジャパンアクションクラブが映画化して、黒崎ひかるさんがね、あのジャスピオンとかやってたでしょ、はがカバ丸やって、はい、でしずねっていうねちょっとオカマみたいなキャラクターがいて、それあの真田広之さんがやったりしてたんだけど、それはもう原作とはもうなんか似ても似つかないものだし、ひどい作品にまあ見えるんだよ、だけど映画館に行ってなんとなく満足したもんね、なんか一生懸命再現しようとしてくれたことが、あ、いやだから実写のセーラームーンとかね、実写のセーラームーン良かったよ、よかったです、北川景子、俺もうおた、なんだろう、オタク、北川景子がオタクを抑えたのってやっぱあの作品を黒歴史にしなかったことだと思うんですよ。いや、俺実写のセーラームーン DVD 持ってるから、でもよかったでしょ、うん、スケバンデカが好きだと実写のセーラームーン好きだった。あ、なるほどなるほどなるほど、うん、よくで本当によくできてる、よくできてる、北川景子のマーズはよかった、よかったよかったよかった、うん、セーラーマーズ、まあキャスティング違うからとかさ、もういいよそういうの期待しないでっていう、俺が怒るのはね、なんかあの舞台例とか出せないんだよね。そうだね、まあそうだね、でも立場があるからね、ユースト終わってからにしましょうか、ね、でもね、いやでもこれは大丈夫だ、ガッチャマンとか怒るよあれは、あ、三池監督のね、あれは怒るって。でもだから原作通りにやらない方がいいって考える人もいるわけじゃないですか。いやだから原作通りにやらなきゃいいんだよ、うん、ガッチャマン実写版なんかちょっとかするのが嫌じゃない、かするのがね半端なのね、だもっと振り切れと、ベルクカッツェとかさ、なんかかすってくんのが、なんかもやあの、科学忍法火の鳥とか、かぶってくんのがザワザワする。なんかあのスマップのガッチャマンかっこよかったのに、あ、コマーシャルでやってたじゃん、はいはい、やってましたね、やってましたね、あのまんま映画化してくれればよかったって思うんだよ、うんうん、あれだってあれなんて原作と違うじゃない、ね、だってジュンがそうです、ね、あの稲垣吾郎さんだったんだからね、全員男になったわけだから、うん、スマップで、うん、だけどかっこいいと思った、ピンクの稲垣吾郎がかっこいいと思ったし、確かに、うん、あ、ぴったりな、あのあれスバクロの純平が草薙剛さんかなんかだったでしょ、うん、でキャラクター的に合ってるなと思った、だけど実写の方の剛力さんは可愛いんだけど、うん、なんか全然違うんだよ本当に実写って、うん、見た、うん、見ました、三池監督ですよね、だからすげえ戸惑うんだよ、 あれも俺やったわ、そう全部三池さんか、あれ、うん、三池さんですよ、原作クラッシャーなんか事情があるんだろうけど、その原作クラッシュをすることがアイデンティティというか ね、新たな客数だって、あれでも邦画としては評価高かったですよ、あのそう、あの三池監督ってなんか聞いた話なんですけど、うん、もう本当に仕事なんですって映画を撮るのが、うんうん、だから職業監督だから、もう言われた通りにやりますっていうスタンスではあるらしいですよ、こういう味付けでこれぐらいの原作、うん、が欲しいですっていうので、三池監督の、ね、作品が好きなんだけど、うん、俺はね、うん、ガッチャマンとしてはこれはガッチャマンじゃないっていう、ガッチャマンびっくりしたけどな、いやだから原作ファンは必ずそういうびっくりポイントありますよ、実写化するときに、僕だってさ黒沼沢子が短いスカート履いてどうするんだよっていう問題あったじゃないですか、あれは言ってたね、だって膝見えないじゃん沢子、あれは言ってた、そこでも長くするとスケバンに見えちゃうしな、まあこれかと思ってやっぱ許すっていうね、でも許すっていうのもおこがましいじゃないですかね、いやこれで君に届け知って原作読んでくれればいいなっていう、うん、キャラ仏の心、いや本当それだけなんです実写化って、うん、そういうことか、でも僕はもう極論三次元だから実写化マジで興味ないです、あそうか、同人なのよ同人、僕二次元しか興味ないので、うん、実写化なったところで例えば好きなものが実写化にしてどう思いますかみたいな言われるんですけど、ゼロなんで興味が、うん、だからもう何もないです。いやだから例えば生ものを二次元化する、三次元の二次元化の同人あるじゃないですか、はいはいはい、ね、うん、だから二次元の三次元化する同人があってもいいと思うんですよ、それが俺だから、なるほど、実写映画だと思ってるんですよ、だからもう同時大手同人だと、うん、これは角川が出資してる
大手同人だ。そうか、超大手。そういう風に理解するようにしたら全然俺ガッチャマン周りだな。だから俺と解釈が違うな、この同人は、うん、っていうぐらいの感じですよね、うんうん、悪かった。よしよし、俺が悪かった。いけなさく、はい、すまん。じゃあユーストここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。